皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなった。10話前回は1話丸々使ってどうして農業をしているかではなく、こんな過去があったよという紹介をしました。急に重い話になったわけですけれど、イルビアの死をきっかけに農業をやり始めたみたいなのだともっと良かったんですけれどね。あとコメントによると大半は原作にない展開らしく、アニオリというわけではなく漫画での展開らしいです。なんで原作とそんなに違うこと書いているのかわかりませんが、そうらしいです。あの神殿とかドラゴンとかイルビアがいじめられてるとか原作にはないらしいので、どう伏線回収するのか気になりますね。今回でもしかしてするのかな、楽しみですね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、ノースキ10話のあらすじはこちらです。いつもの魔物討伐ノルマをこなす主人公。帰り道、小汚い服を着た少女が道端で寝ていた。これは危ないと自宅へ連れて行くことにする。翌朝、少女、リネアは勝手に自宅へ連れ込んだアルに不信感を抱きつつ、ギルドに用があるということで一緒についていくことにした。リネアの住んでいる町が最近様子がおかしいようなので調査してほしいとのこと。せっかくなのでアルが調査しに行くことになった。町へ着くと、住人たちが確かにおかしい様子だった。一体何が起こっているのか。という感じです。イルビアの話はもう全く関係ないことに驚きました。あれで終わりなんですか、残念。何かの話につながるのかと思ったんですけどね。しかも今回の話も単発っぽいし、何か本筋に関わるような感じはしなかったし。もう10話だよ、ラストのために話が展開されていくんじゃないんですか？どう終わるんでしょうね、これ。今回の話自体は良いとも悪いとも、という感じでした。前半でやるなら良かったかな、という感じ。町へと行く道中、メスオーク集団に襲われるシーンがありましたが、まだやるんだね。突然エンカウントしたわけじゃないんだから、あなたの力なら倒せるでしょうに。遠くから見ただけで発作が出るほどトラウマ植え付けられたんですか？それだったら他の魔物にもトラウマになっていそうですよね。これ、オークだからまだマシですけど、人間だったら恐怖ですしね。全く面白い要素はないので、何かしらの伏線があるのか。ただ単純に膝枕させたかっただけか。どちらなんでしょうね。おかしくなっていた原因は領主に憑依した魔族が原因でした。毎回魔族が暴れてますね。和平協定はどうしたんですか？全く守られてないじゃん、戦争じゃん。魔族曰く、主人公を洗脳したくてリネアの両親を人質にして連れてこさせたようです。洗脳されているわけでも言動が筒抜けになっているわけでもなさそうだったので、普通に事情を話せばよかったんじゃないのかな、と思うのは私だけでしょうか。不測の事態も考えて秘密にしていたのかしら。最初の出会いからしておかしいですよね。まずなんでリネアはボロキレを着ているわけ？奴隷なの？町がおかしいと気づいて出て行ったのなら普通の服を着ているだろうしさ。寝巻きでもないし、どうしてボロキレになっているのかわかりませんでした。そして朝目が覚めて知らない場所にいて誘拐かと疑っているのならね、主人公が寝ているんだからわざわざ声かけずに出て行けたじゃんか。そしてギルドでまたばったり出くわすでも良さそうですけど、だってリネアは男に対してかなり警戒心を持つように教育されてきた娘だよ。単発で出てくるだけのキャラだから行き当たりばったりの適当設定でいいや。にしか見えないんですよ。そして終盤において、最後の悪あがきとして領主を人質にして逃亡を図ろうと魔族はしていましたが、アスパラ大好き領主の口にアスパラを突っ込ませることで自我が覚醒して洗脳が解かれました。領主の口にアスパラを突っ込める時間があるんだったら、首に突きつけてるナイフを奪うことできたよね。シリアスな場面だったんだし、もっと最善策があったのに、急に面白くもないガグを突っ込まれるのはしらけるんですよ。なんでこの話を終盤になってやったのか疑問な回でした。今回の動画はいかがだった？
でしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。